町田ゼルビア役割分担編ということです。お願いします先生。お願いします。ありがとうございます。井上でございます。のびるさとです。お願いします。シリーズ待ちに待ちましたよ先生。はい、選手とチームの戦術を一言でシート1枚で分かるというシリーズになってますが、お願いします。お願いします。今回はゼルビア編ということで、はい、我々すでに月間 J2 というもので別動画で出させていただいてるんですがね、はい、ゼルビアはなんと4月、うん、月間5試合で2失点しかしなかったっていう、 J2 で最も素晴らしいディフェンスだったんですね。はい、しかもね、マーサー皆さん、2失点とは言いましたが、うち1つはオウンゴールだったんですよ。ああ、じゃあもうそれは。実質1失点って。そうですね。この最強守備陣についてを含めて、いろいろお伝えさせていただければなと思っております。ここまでのね、試合を見て、この人がこの役割だったんだけど、はい、パッてわかるから、もう次の試合からパッとこう、よく見えるようになってくるってことでしょ。そういうことでございます。はい、そういうことでこちらでございますよ、はい、皆さん。飲んでました。はい、うん。こんな感じのね、スタメンになっております。はい、はい、はい、はい。はい。ちょっとね、実はね、町田ゼルビア、はい、J リーグどころか、うん、全世界でも、うん、ちょっと特殊なオフェンスをやってるんですね。データマンから見るとですね。はい。はい、まあ、大体ざっくり言いますけど、はいはい、よくこうダゾーン の, 例えばハーフタイムとか試合終わった後とかで、はい、左から攻める率何パーセント、右から何パーセント、ね、真ん中何パーセントとかあるじゃないですか。なんと松田、左から約 10% しかないんです。あらば。普通だいたい30、35、30、少なくても22、3は言ってますよね。そうなんです。攻めてない方もね。左ほぼ攻めないっていう。相手がよほど何かあった時ぐらいこう行くけど、基本もう右か真ん中っていう風になってるんですよね。これは戦術ですか？さすがマーサー、お目が高い。いやいや、ありがとう。それしかないでしょ、でも。まあね。でもそれ理由があるんですよ。はいはいはい。一人単独、ある意味では単独行動、ある意味では連携した行動ではあるんですけど、奥山正幸というちょっと特殊な戦術のできる男を抱えてることがゼルビアの強みです。ああ、そうですか。はい。なるほど。奥山選手すごいのがですね、はい、皆さんまず覚えてていただきたいのが、うん、どんなこう、バルセロナとかマンチェスターシティとかペップだとかクロップとか行ったとしても、はいはい、J リーグの川崎だ、名古屋だとか行ったとしても、うんうん、他のスポーツに比べても、やっぱり点は入りにくい競技じゃないですか。うん、まあそうですよね。そうなんで、ミスが前提とされる競技なんですよね、うん、サッカー。足だからね、どうしたってね。そうなんですよ。うんうんうん、だから、ボールって、いらん方向にこう、よくいろんなところにコロコロ転がっちゃう傾向があるんですが、J2 どころか J リーグ全体でも最もボール回収率が高い男がこの、奥山選手なんですよ。ああ、回収。そう。はいはいはい。地上戦のダッシュとかであれば、佐野回収選手なんかも得意なんですが、ほぼ J リーグの中でもそのボール回収すごいのがこの奥山選手、佐野選手の。回収がいっぱい出てきて、ちょっとわかんない。佐野回収選手はダッシュね。そうなんです、ね。正幸選手の方が、回収。そうなんです。はいはい、なるほどね。でもこの二人がもう J リーグでもワンツーのボール回収組みたいな感じなんです、ね。回収選手もダッシュするときある。あ、今ごめんなさい。走るって本の意味なんですけど。すみません。そうなんですよ。で、それだから守備に長けた、またはボールがこぼれたときに彼らが一旦奪えるよーっていう人が左に揃っちゃってるので。なるほど。そうなんですよ。ああ、すごいね。そうなんです。で、彼らで埋める。埋めて、逆サイド飛ばして、で、吉尾選手、三木選手にいろいろやってもらって、なるほどね、その間に平戸選手、いわゆる左サイドハーフの選手とかが、ある意味トップ下役なんかをやっていくみたいな感じですね。そういうやっぱ得意技を生かした結果、そういう攻め方が多くなっているということですね。そういうことなんですよ。面白い。面白いですよ、ね。で、そんだけ決まってくると、なかなか相手も対応されちゃったりとか、そういう話にはなってこないわけですか？ね、乗るのかなっていうちょっと思ってたんですけど、それがやっぱり今のポポビッチ監督のまあ凄さだったりもするんでしょうね。それでガチッとハマって、なかなか相手は攻めることができないままずっとっていう状態なので。だ特にだから全チームの中でもゼルビアサポの皆さんこそ、もしかしたら、ああ、今日得点取れなかったねとかあるかもしれないけど、いやー、今日もうちの守備陣ハマってたね。なるほど。なんて。回収してたねと。ダッシュしてたねと。うん。それがあるんじゃないかなと思います、ね。さっきの回収の方のアクセントで言わなきゃダメでしたね。回収。はい。はい。先ほど言ったで佐野選手、奥山選手で奪い、はい、もしくは空中戦だったら高橋翔平選手、もしくはセービングで福井選手が守って、はい、
右に深津選手、高谷選手あたりから右に出して、三木選手のクロスだったり、吉尾選手のカットインから、あとは長谷川アリアジャする平戸大輝、中島選手で決めていくっていう流れになっております。ちなみに中島選手なんですがね、まあさ、皆さん、うんうん。もうすぐ1位です。はい、1位はい。ほう。これがですね、もうすぐ、J2 での合計得点ランキング、いわゆる歴史上の。そうですか。はい。もう多分今シーズン、今ね、108がマックスで、すごいですね、はい、今中島で101、2になったかな。なんで、多分今シーズン中におそらくは中島選手が J2 歴代ナンバーワンストライカー。そうですか。うん。はいはいはい。だこれすごいですね。J2 歴代ナンバーワンのストライカーもいながら、うん、今このスタメンの中に、平戸、高江、はいはい、吉尾と、はい、3人の東京世代も抱えながら。そうですね。そんなメンバーになっているっていうのが、こう面白いですね。ああ、なるほど、やっぱね。うん。東京のチームですから、やっぱりね。そうですね。ここからどんどん出ていくようなね、ことにもなってくるんでしょうし、そういう未来を担う人がいっぱい入ってくるようなチームになってきてるってことですよね、より。そうなんですよね。はい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 、そろそろあとクラブハウスも完成しますし。ああ、見たいですね。そうなんです。あと、控え選手、はい、皆さんちょっと今回見ていただければなんですが、うん、これ収録してるのが4月30日で、うん、同日にあの町田にね、法政大から佐藤選手が加入が決定したんですけど、うん、フォワードね、その佐藤選手、ね、そうなんですよ。うん、でその佐藤選手だけじゃなく他にもデューク選手、うん、そして、センターバックの、森下選手、サイドバックの青木選手、うん、あとはゴールキーパーの茂木選手、うん、彼らも東京世代ですし、うん、センターバックの奈良サッカー選手とあとフォワードの晴山美咲選手に至ってはパリ世代だってのがあるので、うん、実は町田かなり若いチームになってきてるんですよね。はいはいはい、なんかザ・シティ感があるチームになってきてます、うん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 、なんかベテランと若手が今日こうね、こういろいろやっていきながらなんかこう天空の城野津田でこう戦って、だってすごいメインスタンドできてんだもんね。そうなんですよ、野津田今ね、うん、うん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 、それをゼルビアでゼルビアの中ゼルツクでそれを ね、 いろんな情報を得ることができて、はいはいはい、これ最後にちょっと言いたいのが、うん、そして吉尾選手だけこれ本当はプレースタイルだいたい書いてるものにもなるんですけど、うん、はい、吉尾選手だけゼルビアポーズと書かせていただいたんですよ。ゼルビアポーズ、ね、はいはい、Z こうやって表やるんですけど、最近そのゼルツクでこのゼルビアポーズみんなやるんですけど、はいはい、みんな得点した後もみんなこれやるんですよね、同じポーズやって、うんうんうん、なんか得点したらみんなでこれやろうぜ、ゼルツク盛り上げようぜ、ゼルビア盛り上げようぜって、すごい。そういうのがあるんですね。そうなんです。SNS とかでもかなりみんなで盛り上げてるところ。どうやってやるんですか、こうですか。そう、そうそう。先生、ギリギリ映ってないんですよ、先生。はい。あ、そうなんだ。こうですね。こうですね。あ、合ってますか、逆ですか、はい、合ってます、合ってます。はい、はい、はい。なるほど。はい。ちょっとまた週刊誌取られたみたいになってません、ね、大丈夫ね、ゼルビア。手がね、手の位置違うけど。なるほど。はい。わかりました。そんな感じなんですよね。はい、ゼルビアでございましたと、うんうんうん、こんな感じでやってるので、まずは奥山佐野っていうこのも、ディフェンスも相手チームは突破できるかどうかっていうのがかかってくるでしょうね。わかりました。具体的にね、この役割分担とかどういう攻めを狙っているのかなとかが分かってくるというね、うん、対戦相手のチームのサポーターの方もね、楽しんでいただけるんじゃないかな。そうですね。僕もそうしますね。はい、ということで、はい、町田ゼルビアの役割分担でございました。綺麗ですね、この色がね、またね、本当そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。先生、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ノーミルク佐藤でした。よかったらチャンネル登録してもらっていいかなっていうね。ありがとうございます。どうもどうも。